楽天町で安い。こちら楽天グループの株価、まさかの476円。野球も株価もうんちとなっております。うおー、楽天負けまくってるおかげやね。スーパーセールや、ほんまに安いな。1円携帯に規制入ったらますます楽天モバイル契約とれんくなるやん。しかも上がらなそう。これはやべんな、まだまだ下がるぞ。2025年頃に開示が来るやろな。今はどう考えても買ったらあかん。あの社債発行は原価で足りてなさすぎてやばいんやろなって思ったわ。今企業向けに動いているから。楽天モバイルって使ってる人おるんか？見たことないけど。でも楽天には絆があるから。全部門の営業ど素人、日本人回線取るように乗る任したで、年間100万回線発達や、無謀。ブラック企業転落やな。楽天なのに転落とは。ポイント上げますとか広告枠上げますとか各部門の個別施策は不可能、おまけ付きや。まあミッキーの中では将来収益見えてるみたいやし大丈夫か。何も示せていないグラフ定期。ご視聴ありがとうございました。